かねてから進めていた三代港山麓直売センタートマトの増改築工事がこのほど完了し、リニューアル記念の式典が行われました。ゴールデンウィーク後半の5月3日、三代港山麓直売センタートマトの前では、施設利用組合員や来賓、施工業者など約15人が集まり、リニューアルの記念式典が行われました。はじめに有限会社三代港ファーム代表取締役社長の加藤義人さんが挨拶しました。続いて来賓の入村市長がお祝いの言葉を述べました。またオープンできましたこと、皆様ともども喜びたいと思いますし、このことを契機にしてさらなる発展をお願い申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。また、旧三代港村村長の折立信明さんも招かれ祝辞を述べました。3、2、1、どうぞ。今回の工事では、直売所と食堂を国道18号側に約5メートル拡幅増築しました。直売所を通らずに正面の駐車場から食堂に入れるようになり、直売所の混雑緩和につながっています。さらに厨房も大幅に広がりました。リニューアルは以前から店舗、通路が狭いなどの利用客の声に応え実現したものです。これを機にまた我々役職員、また初心に帰ったつもりで、また安全安心安価をお客さんに提供するように、また一層の努力をしていきたいと思っています。リニューアルした店舗には、根曲がり竹やあけびのつる、うどや小ごみなどが所狭しと並べられ、春の旬の山菜を買い求める客でにぎわっていました。またこの日は5月のイベント、三代港ちびっこ祭りも行われ、ポップコーンや搾りたての大道原牛乳の無料サービス、竹とんぼ作り、わら細工、炭火パン焼き、押し花教室などが行われ、家族連れなどでにぎわいました。山菜が安くてびっくりしました。はい、いっぱい買いました。お土産に三代港はこっちはちょっと遠いんで、初めて来ました、今回初めてです。いかがですか？あ、最高です。いいですね。安いしね、景色もいいし、景色がいいし、新しくて綺麗でいいですよね。ぜひお買い物して帰ります。一般の、あの品物のところは広くなってね、おいしいということでよく利用してます。ゴールデンウィーク期間中、トマトには県内外から旬の山菜を買い求める客が大勢訪れていました。第3回ノルディックスキースプリングセミナーが笹ヶ峰牧場の特設クロスカントリーコースで開かれました。これはノルディックスキーで日本を代表する選手から直接指導を受けることで、技術の向上や指導者の育成を図ろうと行われているものです。講師は2011年ユニバーシアード大会で銀メダルを受賞したレンティング・アキラ選手、バンクーバーオリンピック日本代表選手で全日本クロスカントリー女子優勝の柏原美智子選手、そして三代港市出身で全日本選手権優勝の木村雅也選手です。講習会には県内外から50人のジュニアと指導に当たっている講師などが参加しました。笹ヶ峰特設コースは標高1300メートルに位置し、5月中旬まで雪が残り、巡航地での実技トレーニングが長期にわたり可能です。レンティング選手や柏原選手は主にジュニアの指導です。ジュニアの滑り方を見て、腰の位置を高くしながらスピードをつける方法などを伝授しました。
子どもたちはめったに受けることのできない日本代表選手からの指導を真剣な表情で聞き、熱心に練習を重ねていました。楽しかった。どんなとこで腰を高くして板に乗るってところがすごい嬉しい。今後の目標を教えてください。はい、全国大会必要です。下りとかの、あのスピードをつけるところなどの勉強になったので、それを大会で生かしていきたいと思います。木村雅也選手は主にジュニアの育成にあたるコーチの皆さんを指導しました。木村さんはマンネリの練習をやめ、バラエティに富んだ練習方法や楽しみながら学び、チームワークをつける方法などを指導しました。最後は10人全員で滑って一緒に何かのことを達成できたっていう、その達成感をみんなで味わえることができたっていうのがとても楽しかったです。教師をやっているので、この子どもたちに教えるときに、その楽しスキーの楽しさを知ってもらって、ずっと続けてもらえるような指導ができればいいなと思ってます。はまあレクリエーションっていう担当だったんですけど、まあ、その中でもスキーを履いたバランス力向上 と、テクニックの向上を目指したんですけど、まあ、皆さん楽しんでいただき、まあ、最後はみんなで滑れたので良かったと思います。何て言うんですかね、コースについてはどのようにお感じですか。まあ、雪がない中、ここで滑るってことはすごい、貴重な場所だし、とても、コース整備も良くしてもらって最高な環境だと思います。この時期やっぱスキー乗れるってことはすごい、貴重なので、とても大きいことだと思うし、ますます活用してほしいと思います。日本のためにもなるし、それを背負って立つジュニアのためにもなるっていう意味でこういう企画をさせてもらいました。今後ですけどね、まあ、講師の時間もあるとは思うんですけど、宿泊をメインにしてもいいですし、もっともっと他県からいろんな子たちを、誘ってもいいかなとは思っています。なお参加費の一部はスキー選手のための遠征費や合宿費に充てられます。